キンプリヘイヤー仕様、同定です発言に騒然、誤解が招いたネットの騒動。ジャニーズの新生、キング、リンチェプリンス 2CI 用のヘイヤー仕様321が驚きのネット騒動に巻き込まれています。いますなぜなら、ツイッターの検索欄に平野さんの名前を入力すると、なぜか、ヘイヤー仕様、同定というキーワードが関連候補に現れているからです。 2018年9月5日現在、この騒動の発端は4日に放送されたトーク番組での一言でした。平野さんが番組で発言した言葉が、なぜか、童貞です、と聞こえ、これに対して視聴者からは驚きの声が寄せられました。司会の赤石アさんまさんが、好きな食べ物は何にしているの、と尋ねると、平野さんは、お肉と濡れおかきです、と答えました。 これに対してスタジオから笑い声が上がり、サンマさんは、キンプリやろ。疑問符お前、と突っ込みました。もちろん、平野さんは次の瞬間には、童貞です。そうです、と言い直しましたが、この発言が、童貞です、と聞こえたため、ネット上で大きな反響を呼んでいます。ネット上では次々と、童貞って一体ま w, んなわけねえだろ、などの声が上がり、一部のファンは驚きや戸惑いを表明しました。平野氏、陽動亭ですって言った今 ?www,、ま、といったコメントも見受けられました。しかし、平野さんは後に、そうです、と言い直しており、実際には、どです、か、どうです、という発言であったことが明らかになりました。テレビの字幕でも、どうです、そうです、 と表示されていました。周囲の人たちも平野さんの発言を普通に受け止め、さんまさんも驚いた様子で、どうです疑問符と発言に驚いていました。スタジオでは笑いの渦に包まれ、ことの成り行きは一時的な誤解として収束しました。しかし、問題の場面を切り取った動画がネット上で拡散し、 検索欄に、平野仕用、と入力すると、平野仕用、童貞というキーワードが関連候補に表示されるようになりました。これに対してもネット上では様々な反応があり、平野でエゴさかけたら童貞説出てて草不完避なんだが、何事、平野仕用が童貞なわけねえだろわろた、平野仕用が童貞なわけない。てかそんなん言うてなかったやん。ショー といった声が広がりました。結局、平野耀さんの発言は単なる言葉の誤解に過ぎず、彼自身も後に正確な発言を行っています。この騒動は一時的なものであり、平野耀さんのファンや支持者にとっては笑い話として語り継がれることでしょう。彼のキャラクターの一部として、自然体で楽しいエピソードとして覚えられることでしょう。続き、 平野潮さんは、その明るいキャラクターと笑顔で多くのファンから愛されています。ジャニーズの新生として、デビューから瞬く間に多くの人々に支持され、その魅力は多くのメディアで高く評価されています。彼は、ジャニーズの新グループ、キング・リンチェ・プリンス、メンバーとしてその歌唱力や演技力で注目されていますいます。 デビューシングルシンデレラガールの成功やドラマ花のチャレから花男ネクストシーズンからの主題歌を担当するなど彼らの活動は幅広い層から支持を集めています。また平野志耀さんは俳優としても才能を発揮しドラマや映画での演技が高く評価されています。特に 彼が、かぐらぎ晴れ役を演じた、花のち晴れから花男ネクストシーズンからは、多くの視聴者から絶賛されました。さらに、主演映画、ウビラブの公開も控えており、その演技にますます期待が高まっています。平野紫耀さんは、自身の個性を大切にし、自然体でいることが多いことで知られています。そのため、 トーク番組での一幕も彼のファンにとっては愉快なエピソードとして受け止められることでしょう。このようなエピソードは彼の人気をさらに高め、ファンとの絆を強化する一員となるでしょう。平野志耀さんはジャニーズ界の新たなスターとして、今後もその魅力を発揮し続けることでしょう。最終的に、この、童貞です。 という一言の誤解が一時的な騒動として収束し、ファンや支持者たちは平野耀さんの素晴らしい才能と魅力に注目し続けるでしょう。彼の未来にはさらなる成功と幸福が待っていることでしょう。